ワン、ツー、スリー、フォーカートでーす。チャンチャラン、チャラチャラン、はいはい、ジョルドでーす。さあ、今回なんですけれども、初の商品紹介でございます。今回紹介したい商品はこちらなんです。ビビットムードカラー、これです。魔法のようなカラーワックスです。僕も普段ミルクティーアッシュにしたりとか赤ピンクにしたりとか、いろいろこう髪の毛色変えるんで特にいい。何がいいかって言いますと、これね、温度で色が変化するんです。ワックス、カラーワックス、温度で変化、魔法のようなワックスになっております。英語で説明書いてるんで説明をしながらやっていきたいと思います。それでは早速ご紹介していきたいと思いますので、いきましょう。イングリッシュ。箱もすごいな、これピカパンやん。はい、ということで、出していきますね。これですね、これがスポンジなんで、これをおそらくこう濡れということでしょう。ああ、何これ。そしてね、これなんかこういうのも入ってますね。よし、それでは早速ね、このクリームとカラー剤を混ぜていきたいと思います。早速。あ、めっちゃいい匂いするわ、これすごい。そんな、それでは早速混ぜますね。よし、それではね、こんな感じでクリームと粉を混ぜたらこんな感じなんですね。これまた紫なんですけど、ここにですねスポンジがあるんで、これを使って、こんな感じで塗っていって、これで塗りました。これで塗り終わりました。で、一旦ドライヤーで乾かします。何色これ。え、お、すげえ、ちょっと待って、この状態あるじゃないですか。これが変わってる状態なんですよ。こういう引いてこう塗っていくというやつをやりながらやったらもっと綺麗に入るんだ。あ、どうしたこれ。すげえすげえすげえ、すごいわこれ。髪色似合うな、似合ってるな。よし、じゃあ、はい、これ絶対変わるはずなんですよ。今はこのピンクというか、ここ。はぁ、すごい。いきますね。こいつには塗ったんで、これちょっと多めに塗ってるんで、これが変わるはずなんです。いきます。あれ？変わらへん。あ、温めてもあかんやん。これ多分温めたらこれになるんで、もっと冷たいものを与えます。すいません。冷たいものを探したんですけど、僕ちょっとうどんよく家で一人で一人暮らしで食べるんですけど、刻みネギのあの冷凍を買ってあったやつあったんで、これでいきます。これめっちゃ冷たいね、これ冷凍なんで。それいきますよ。あ、入った。これはあかん。これ塗りまくったら戻る。わ、あれ、あ、でも紫になったわ。これ、あ、でもほらね、ほらほらほら、これ紫になったね。これなんですよ、やりたかったわ。あれ、塗ったとこ全部これ塗ってる。ネギほら、でも見てくださいね、これほら、わかります？さっきピンクやったんですけど紫になったんです。で、これを紫をドライヤー当てたら、あ、ここでアイロンや。これペタっていったらこれピンクに行くんで、全部ピンクに変えますね、一旦。これ見て覚えててね、みんな、この紫。あ、ほら、きたきた、これこれこれ、お、すごない？これこれこれなんですよ。で、これ多分消えてるから指でピン、ほらやったおい、ほらほらほら、ピンクなった。これほらほらね、ほらすごい。これ模様もできるんですよ、自分で。だからイベントとか使える。見といてね、これほらほいほら、ピンクなった。よっしゃ、おい、ちょっと巻いちゃったりして、ほらね、これすごいでしょ。すごいやろ。で、ここでこれいきます。ドライヤーいくよ、全部ピンクに。ほら、やばい、これめっちゃすごない？これなんです。ほら、ピンク、これほら、え、うわ、すごい、めっちゃ売れた、嬉しい。うわ、商品紹介楽しいな。これ見てください、これすごいでしょ。で、これで見ててね、ピンクが刻みない。ほらほら、ネギ、ほらネギ、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 
ほらネギネギネギ。ほら草ネギ草。ほらもう一回行こう。よしほら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 紫になったまた。ほらね、これすごいやろ。ビビッドムードからこれは素晴らしい商品です。皆さんね、最後になんですけど、これ買うとき一つだけネギも買ってね。ネギ星人。